どうも、ウェブコンサルタントの本橋平介です。今日は YouTube の100人、まず突破するためには何をしたらいいのかについてお伝えします。YouTube といえば、まず1000人の壁を突破したいと考えている方多いかと思いますが、1000人以下の方というのが実際 YouTube を運営している方の7割から8割ぐらいと言われています。ですので、1000人ちょっと厳しいかな、難しいんじゃないのかなというふうに感じている方いらっしゃるかと思います。ですので、まず最初はこの100人をしっかり目指していく、確実にやっていくという方法について今日はお伝えします。100人ができるようになれば、1000人というのは、まあ、その10倍の努力をすればいけるので、ちょっと壁が見えてきます。で、実際はですね、500人ぐらいを超えてくると、100人ずつ増えるペースというのはどんどん早くなってきます。僕も最初の100人増やすのには、頑張ってやっても1ヶ月かかってました。でも、チャンネル登録900人から1000人というのは、わずか5日間で達成しています。あと実際僕が運営しているチャンネル、運営に関わったチャンネルも3つあるんですけれども、まあ、やはりチャンネル運営を重ねていくと、どんどんその精度は上がっていきますし、僕は教える仕事もしているので、まあ、しっかりと基本に沿ってやった方というのは、1000人はですね、まず行きます。確実に行きます。で、1万人というのも、そのしっかりとしたやり方で継続していれば行くかなという感じです。で、まあ、10万人とかはね、相当ちょっと工夫したりとか、ジャンル選定とかも工夫しないといけないんですけども、この100人、1000人、1万人ぐらいまでは、再現性を持ってできるかと思いますので、ぜひ今日の動画最後まで見ていって吸収していただければと思います。今日の動画を見た後にですね、僕はこの1000人の生き方の動画、初投稿では何をやったらダメなのかという動画も出していますので、これ合わせて見ていただくと、早く確実に100人も達成できるかと思います。どうでしょうか？実際、あなたの周りでも YouTube を見てますっていう方増えてないでしょうか？ YouTube チャンネル始めましたっていう方増えていないでしょうか？これはですね、いい面と悪い面と2つあります。いい面としては、見てる人が増えているということは、あなたのチャンネル、YouTube 見られやすくなっていると。逆に、やる方が増えているということは、まあ、しっかりとチャンネル設計をしないと、あなたのチャンネルが見られにくくなると、埋もれてしまうということがあります。では、何をしたらいいのか？というところですね。YouTube というのはですね、意外とどうやったら伸びるかとか、今後 YouTube がどうなるかというのを予想しやすいです。これなぜかというと、ブログ運営とか、まあ、ブログのいわゆる SEO と言われているような流れが、まあ、大体1年から2年ぐらい遅れでやってきているような感じです。ですので、もともと僕はブログ運営、すごいしっかり力を入れて、もう月間12万 PV ぐらい、12万アクセス来るブログを運営していたので、まあ、そういったところから肌感覚でわかるので、今日はそういった点も踏まえてですね、未来が予測できる YouTube 運営についてお伝えします。まず最近の YouTube の流れで言うと大事なポイント2つあります。専門性と独自性、この2つを押さえるということです。まあ、専門性というのはですね、イメージと特化型チャンネルというイメージです。まあ、いわゆる幕の内弁当みたいにいろんなものが入っているというよりかは、唐揚げ弁当、鮭弁当みたいな形で、あなたのチャンネルが何の発信をしているかというのが明確にわかるものがいいです。さらには最近の傾向で言うと、より細かく特化型にしていくといいかな。分けて、細かく分けていくというイメージです。例えば、副業特化チャンネルというよりかは、ママのための副業とか、会社員のための副業チャンネルみたいな形で、誰に向けてのチャンネルなのかというのをはっきりした方が、初期戦略としては伸びやすい、いいです。まあ、たくさんのチャンネルが増えていますので、まあ、そういった需要はあるけど、まだあまりやっていない特化型のチャンネルをやるといいです。例えば、昔だったらね、このチャンネル絶対伸びないなっていう形でも伸びてるのがありますね。例えば、まあ、ビジネスで言えば、M&A、まあ、会社の、売却とか買収とか、こういったチャンネルでもね、すごい伸びてるチャンネルがあったりとかですね。まあ、こういった属性で絞ったり、ジャンルで絞ったり、もしくは、40代からのなんとかなんとかとか、30代からのなんとかなんとか、みたいな形で年代でさらに区切ったりするという形で、この専門性を、より鋭くしていくと。イメージです。まあ、このチャンネルであれば SNS やオンライン活用など基本的には Web 周りを中心とした特化型チャンネルというイメージです。最近僕は手帳もプロデュースしているんですけども、手帳は手帳で別の手帳専門のチャンネルを作って運営をしています。こういった専門型でしっかりやると動画の再生数が伸びてきます。まあ、手帳チャンネルで言えばですね、まだ数本目に上げた動画がですね、5000回とか8000回という再生数が回ってるわけですね。で、二つ目の独自性というものはどういったものかというと、その人の経験をもとにした内容になっているか。この独自性というのは僕は主に大きく三つに分かれると思っています。一つはノウハウの独自性。二つ目は経験の独自性。三つ目はスタンスの独自性。まあ、ノウハウの独自性というのは、例えばインスタグラムでフォロワーを伸ばす方法というので、まあ、多くの人はこう言ってるんだけど、実はこういったやり方で伸びてるよっていう、
まあ、意外な方法というイメージとか、まだ他の人が知らない、知られていないノウハウというイメージです。で、2つ目が経験による独自性ですね。例えば地方在住の方がオンラインを活用して仕事を増やす方法というノウハウを発信するとします。でもその発信している人が東京在住だったらあんまり説得力はないんですね。で、例えば僕みたいに東京からこの福岡県糸島というところに移住をして、でこういった田舎でもオンラインを活用してビジネスが成り立っているという事実がある、この経験があるからこの発信に説得力があると、こういった独自性を作ることができます。これが経験による独自性というものです。3つ目、スタンスによる独自性というものです。例えば、インターネットで影響力がある方ですね。やはり、まあ、言葉がですね、ちょっと強かったり、きつかったりする方っていうのが、まあ、意外と多いんじゃないのかなと思います。まあ、それはそれで一つのやり方としていいかと思います。まあ、特にこういったウェブの発信をしている方っていうのはですね、そういったこう、やっぱ強めの発信をする方が多いかなと思います。で、逆に僕っていうのはどっちかというと、そんな強くないですよね。これ動画見てる方も感じてる人多いかと思うんですけども、まあ、よく言われるのが、この温かい雰囲気ですねとか、なんか優しそうな人だと思いましたとかって言われるんですけども、これも、一つの独自性になっているわけですね。なぜかというと他の人がそういうスタンスではないからと。で、これ別に僕が作ってるわけではなくて、まあ、普段こういった雰囲気であったりとかね、こういったやっぱ田舎暮らしをしてるぐらいなので、まあ、こういった穏やかな雰囲気が僕自身も好きなので、こういうスタンスで、まあ、自然体でやってるという形です。まあ、そういったスタンスも他の多くの人と違ければ、それ自体も独自性になるという形です。はい。ここまでまとめると、まず考え方としては、この専門性、独自性、この2つを意識するということが大事です。これを意識して具体的にどうやって100人まで増やすのかというのを5つのポイントに絞ってお伝えします。まず1つ目、検索おすすめを狙うというところです。まあ、よく YouTube で伸ばすときに関連動画といってですね、この動画が流れた後にこう出てくる動画ですよね。横にバンバンバンって並んでくる動画。ここに乗ることがポイントですというふうに言ってる方多いかと思うんですけども、この0から100人までのときにこの関連に乗るというのはまあ相当難しいんですよね。で、0から100人のときまでに狙えるというのが2つあって、この検索とおすすめというものです。で、どうやったらいいかというところで、まず検索の方がやりやすいんですけども、検索というのは、この検索されるワードを意識するということです。で、意識するにはどうしたらいいかということは、あなたが発信したいジャンルをまず、YouTube 上でですね、検索してみてください。で、いくつか検索すると、このワードだったらどれも再生数が多いなとか、このワードだったらなんか数百回ばっかりしか出てこないなっていうのがあります。ですので、まあ、最低限でもですね、再生回数が平均的に1万回以上回ってるとか、まあ、5000回以上回ってるとか、それぐらいは最低でもあった方がいいかなと思います。で、本当に検索しても数百回しか出てこないような、そのワードでやってもですね、あなたがどれだけいい動画を作ったとしても再生数増えていかないので、まず検索の需要が多い、見る人が多いこのワードというのを意識するというのが大事です。で、あまりにもですね、何十万回何十万回何十万回って出てる、逆に多すぎるのというのはですね、まあ、みんなが狙っているので、この0人から100人までの間の時にそれを狙えるっていうのは難しいと思いますので、まあ、個人的には、まあ、1000から数万回とか5万回ぐらいまでの間で目指すといいかなと思います。最初は。で、こういった検索に意識したもので、なおかつあなたの動画がいい場合、いいというのは何で測るかといった、この視聴維持率というのがですね、 YouTube のチャンネルアナリティクスというものを開くと見れますので、まあ、それがですね、だいたいこう 30% 後半から 40% ぐらいあるとですね、おすすめに乗りやすかったりするので、この視聴維持率が高い動画、まあ、つまりユーザーさんが飽きないような工夫とかですね、この編集とかを意識して作っていくといいかなと思います。そうするとおすすめに乗ってくるようになります。ですね、この検索とおすすめ、この2つを意識していきましょう。で、ここで注意点があります。で、これうまくいかない人というのはですね、この検索をしないでいきなり始めるんですね。私の仕事はこれだから何々を発信しようとか、これが話せそうだからこれを発信しようとか、で、これでやるとうまくいく可能性もあるんですけども、賭け、博打みたいになってうまくいかない可能性もあるので、まず最初にしっかり調べると。で、検索をして、まず需要があるか、さっきのところですね。で、その後に他のチャンネルと比較して、自分はもうちょっといい情報を発信できるかできないか、ここで最終的に動画にするかを判断しましょう。まあ、つまり他の動画よりも、あ、私の方がいいのが発信できるなと思えば動画を撮影します。で、他の動画がですね、あまりにもこう素晴らしいものばっかりが並んでいて、いや、ここまではちょっと無理だなと思ったら、それはやめた方がいいですね。なぜかというと、そういった動画を作ってもおすすめに乗らないからです。ですので、僕も最初いろんな動画をですね、こうリサーチした時にですね、まあ、僕ブログも発信できますし、今 Twitter も YouTube も
インスタグラム、いろいろできるんですけども、いや、ブログとツイッターの発信はですね、あんまり自分がやっても伸びなさそうだなと思ってですね。でも、インスタだったら、あ、これ僕やった方がもっといい動画出せるなとか、もっと伸びそうだなというふうに思ったので、結構インスタの動画最初にいっぱい出したんですね。で、インスタの動画が結構伸びてるっていうのもそういった理由です。なので、こういった事前にこう調べて、需要があるか、競合と自分比べてどうなのか、この2つを意識すると、あなたが100人行くチャンス、確率というのがぐっと上がりますので、ぜひこの一手間やってみてください。で、二つ目、動画をまず10本出すということです。よくね、動画の更新頻度が大事ですよ。最初は毎日投稿がいいですよとかね、いやいやいや、1週間に1回でいいですよとかね、いろんな声がありますけれども、最初の100人行くまでという意味で考えた場合は、まず動画10本出しましょう。これですね、まず1本しか出していない時に、視聴者さんが見に来ましたと。で、すごい良かったな動画と思って、他の動画を見ようと思ったけど、他の動画上がってないと、これチャンネル登録しようがないですよね。あんまりこうしたいと思わなくなってくるので、でも動画が3つ4つとかあるとですね、これも見ようとかね、あ、でも今日見れないからとりあえずチャンネル登録しておこう、とりあえずチャンネル登録しておこう、こういう気持ちになるのが大事なので、そういった意味でもまずね10本あるといいかなと思います。で、しかもこの100人という意味で考えた時には、この登録者が10人増える動画を10個作れば100人いくわけですね。1本の動画で100人増やすっていうのはね、それはね、いきなり最初はちょっと大変ですと。まあ、そういった意味でも、最初ね、10本、まずは上げていきましょう。そこからの更新頻度っていうのはですね、まあ、狙ってやればですね、週に1回とか、月1本でも伸びてるチャンネルもありますし、なかなかね、この狙うの難しいなという場合は、その分更新頻度を上げていけばいいわけですね。そこはあなたのこの運営スタイルに合わせて、後から調整していけばいいかなと。で、3つ目、メイン動画とサブ動画を分けて考える。そうですね、これ何か一つのジャンルに特化するっていうのはもちろん大事なんですけども、それだけでいった場合にですね、うまくいく場合もあれば外れてしまう可能性もあるので、この料理でいうとメインは決めつつもですね、このサブ、おかずは何にしようかなとかね、ご飯にする、パンにするじゃないですけども、ちょっとずつですね、その関係ある近いジャンルの動画を出していって試してみるといいかなと思います。まあ、僕は発信とかオンラインというね、こう全般的な括りがあるんですけど、その中で SNS もやればですね、オンラインサロンのことを言ったりとか、ズームの発信とかをして、いろいろ試したんですね。で、その中で、当たったのもあれば、外れるのもあるので、当たった動画があればですね、それと近いジャンルをどんどんやって増やしていくと。こういう形で調整していくと、100人行くのはもちろんなんですけど、この100人から1000人に行くときにですね、このスピードがこうグッと上がってきます、最後。ですので、このメインの他にですね、このサブ、おかずは何にするかとか、というところも意識しておくと、後から伸びやすいので、ぜひ覚えておいてください。で、4つ目。これはですね、最近の傾向で言うと、YouTube ショート、ショートを活用してチャンネル登録を伸ばしていくという方法もありますので、まあ、ジャンルによって伸びやすい、伸びにくいというのはあったりして、ビジネスだとね、まあ、伸びてる人は少なかったりはするんですけれども、実際ビジネス系のチャンネルでも伸びてる人もいますので、まあ、そこら辺も自分でリサーチをして、伸びやすそうなテーマを見つけて、見つかればショート動画も活用していくとですね、動画を作る負担というのはですね、すごい少ないのでいいかなと。で、最後、5つ目が SNS で告知ということですね。このチャンネル登録0から100という意味で言うと、他の SNS すごい頑張ってやってる人であれば、そこで告知をすればですね、もう2、3日で100人というのは、行く場合もありますので、そこはしっかり活用するといいかなと思います。で、注意点としてはですね、あなたの YouTube チャンネルと他の SNS で発信していることが近いかどうかですね、全然違うことを発信している場合はですね、告知をして見に来てくれるんですけども、チャンネルの趣旨と違う層が見に来るとですね、そこで、反応が悪かったりとか、すると YouTube 上のデータでですね、不利益になったりするので、他の SNS と違う発信をする場合は逆に誘導はしない方がいいですと。で、ここだけ注意しておいてください。はい、ということで今日は YouTube 最初の100人を突破する方法についてお伝えしました。ぜひね、1000人突破する方法とかですね、もしくは僕が教えた人でですね、100万再生した方とかですね、チャンネル登録1万人いってる方とかもね、何かゲストで対談していますので、そこら辺も合わせて見ていただけるといいかなと思います。で、今後もこういった YouTube の情報や発信、ビジネスに役立つ情報などを随時最新情報を交えて動画アップしていきますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。学んだこと、気づいたことなどをコメント欄にアウトプットするとですね、まあ、より学びの効果としても高いので、ぜひコメント欄も活用してください。では最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。